にちは、パンサー尾形です。今日はですね、閉店後のですね、キコーナ海老名店さんに来ております。今日は何をするんですか？はい、ということで、はい、私ジャッジマンの圧力です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで尾形さん、明けましておめでとうございます。はい、あ、そうなんですね、これ明けおめの。そうなんです。あ、新年一発目のサンキューチャレンジということで、明けましておめでとうございます。お願いします。あ、はい、今日一発目ですか？そうです、新年一発目の。じゃあもう景気よくパーッと景気よくやっていきましょう、今日も。はい、ということで今日もキコーナの、はい、店長陣に助っ人に来ていただいております。登場してください、よろしくお願いします。イエーイ、店長陣がサンキュー。あ、サンキューサンキュー。はい、はい、ということで、はい、じゃあ、はい、皆さんちょっと自己紹介をね、はい、お願いします。お願いします。はい、エリアマネージャーのモッサンです。モッサン、モッサン。はい、小田原町店のマーシーです。マーシー、あんま演技よくないですけどね、マーシーは。大丈夫ですか？はい、東海大前店の大佐です。大佐、大佐、よろしくお願いします。今回打つ機種なんですけれども、はい、P 新北斗無双第3章打ってもらいます。打ち上がった。今日打ってきましたよ、だから俺。あ、本当ですか？946回で当たりましたよ。あと4回でもうちょっとで U タイムのね。でも7点だったから、はい、まだ良かったけど。当たったんですね。じゃあ当たりました。じゃあ今日ね、その引きをまたね、サンキューチャレンジで発揮していただけるようにね、頑張っていただきたいんですが、はい、今日の、サンキューチャレンジのミッションは4人で3万9000発目指しましょう。また3万9000発。でも今度は、まあ、4人だったらね。そう、4人、4人。そう、1人追加してますから。まあ3人でしたから。そうか、1万発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 で、そう、でいきます。4万発。はい、ちょっと弱そうな感じするわ。大差っすか？大差っぱる感じするわね。これみんなが力合わせないと無理ですからね。もう真剣、真剣ですよ。今まで1回もクリアしてないんだから。1回も、はい、1回もないですよ、はい、新年一発目ですから。新年一発目、そうっす、いい年にしましょう。今日バーッて景気よく、はい、ということで、それでは頑張っていきましょう。はい、サンキュー、サンキュー。はい、それでは本日のサンキューチャレンジ、制限時間90分、実践スタート。よいしょー、頑張っていきましょう。さあ、サクッと1回転目で、はい、ということで、まずは台のスペック説明を私からしたいと思います。はい、P 新北斗無双第3章、大当たり確率が319分の1です。と、右内地の大当たり確率は 6.1 分の1ということで、大当たり後時短がですね、1回転を10回転ついてきます。1回転の場合は時短1プラス残保留3回分、で4回転で 6.1 分の1を当てれば右内のラッシュに入っていくよというようなスペックになっております。まあ、とりあえずは319分の1の初当たりを取るところからスタートですから、皆さん頑張ってください。頑張ります。はい、まあ、今回もですね、熱い演出たくさんあるんですけれども、真剣ゾーン、キリン柄、究極無双、ユリアエピソードリーチというのが一応熱いと言われている演出になっておりますので、この辺がね、絡んできたりとか、金保留が出たりとか、キリン柄が出たりすると熱いので、まあね、皆さんそういうのを出していただければと思いますね。まあ、この北斗無双第3章、ね、ホールに導入されてちょっと経ちますけれども、実際ホールの稼働状況っていうのは皆さんのお店ではどうなんでしょうか？非常にいいですね。いいですか、やっぱ、はい、やっぱり朝から本当に来られるお客様増えた感じですね。面白いよな。でも尾形さんは初代の北斗無双は結構打ったんですか？めちゃくちゃ打ってました、ね、めちゃくちゃ打った。じゃあやっぱ好きなんですね、北斗無双。いや、大好きですね、はい、ちょっと本当全員当たんないっていうのが一番最悪だから。やばい、本当に何にもならないですからね。マジで今年一発目で、いや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 、マジで、まあ、初打ちですからね。それだけは避けましょう。いや、それだけはもう演技が悪い、うん、そう、はい、尾形さん、今年の目標とかって何かありますか？いや、俺は大河に出たいんですよ。大河ドラマ、大河ドラマに出たい。いいじゃないですか。本当に狙ってます。大河を狙ってるということですね。いいですね。でも目標が大きい。マジで出たい、うん、あとはもうなんだろう、金持ちになりたいですね。本当に。モッサンは何かありますか、今年の目標とかは？今年はですね、まあ私はもうみんなが幸せになってくれれば。あら、素敵、はい、もう何もいらないですよ。素敵ですね。みんなの笑顔が見れればいいです。早く出してくれよ、いいから。そうですね。世界平和いいから。
お、来ました。タイマーが来ましたね。タイマー来た。これちょっと長い。1個ですか。1回1個一個か。でもちょっと長い。お、ギジさんですね。ギジさん、今回だからちょっとキリンがそんな出なくなりましたよね。そうですね。前期と比べて。その分出た時の信頼度は上がったんですか。やっぱ大きいですよね、多分。タイマー来ました、私も。マーシーもチャンス。お、タイマー。はい。じゃ北斗ゾーンからタイマーで。お、真剣ゾーンの煽りが来てるんですけど。真剣ゾーン入ったら熱いね。ギジさんは行きましたね。大差は発展ですね。はい、発展。赤保留、こっから勝負です。はい、赤保留です。赤保留はな、赤カットインは赤ですけど、どうでしょうね。カットイン赤、どうどう。まあでもきついな、きついとこは。ほらね、ダメですね。そうなのよ、カットイン赤でもよね。そうですね、当たんないのよこれは。だからもう4分の1ぐらいですかね。4分の1あります。もっと低いですかね。20分の1ぐらいの。そんなことない。そんなちょいちょいでます。そんなないか。どうですか皆さん。弱いな。ダメ。いや、ちょっとさっきの疑似さん以降ちょっとうんともすんともって感じですね。俺もそんな相性良くないんだよな。そのまだ1回、2回ぐらいしか打ってないけど。過去の北斗はどっちかと相性いい つもりなんですけどね。確かにあれ俺も相性そこそこ良かったんですよ。はい、あ、100か、キャッハーランブエクストラ起きた。はいはいはい、キャッハーちょっと熱そう。赤い赤い、あ、これあんじゃない。チャンス、ちょっと弱いか。あ、真剣ゾーン。真剣ゾーン行った？行った。嘘。お、行った。あ、これ熱いよ。激圧。激圧よ。来た来た。よし、これあるよ。来たでしょ。これ来たんじゃないですか。いやー、そろそろ1回ぐらい当たないと。俺はダメだ。来い。お、来た。これ言ったらあれだ。一撃当選チャンス。あ、赤。あ、違う。赤じゃない。熱い。赤じゃない。それですね、この後キリン柄のカットインだと。キリンちょうだい。あるよこれ。これあるぞこれ。ダメだ。ダメダメ。こっちこっちこっち。まだ続いてるんで、この後が。いや、これは当たるでしょう。お、うわー、派手だね。あ、弱いよ、ちょっと真剣ゾーン入りました。入りました、入りましたけどね。入りましたけどね、入りましたかね。この後あ、来た。これあるよ、こっから、こっからバゴンと落ちて、落ちた、あるあるある、これは激圧でしょ。これはこれですね、これ取ってよ。究極無双、マジでお願いします。お願いします。これはもう当ててくれると困るよ。これ外れたらやばいですね。完璧ですよ、真剣でそこまで行って。お、すごいエリア。すげえ。おい、おい、マジで外れた。嘘でしょ。いやいやいや、復活。そう見せかけておいて。復活ある。長い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 。お、うわー、復活当たり。素晴らしい。さすが。ヒヤヒヤした。サンキュー、サンキュー、サンキュー。よし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 、
こっからよ。こっから突破ですからね。これ突破してもらわないと意味ないから。山上がってください。おーし、たまったたまった。いやー、ここはビッグボスで。ビッグボス、頼むよ。さあ、4回。時短1回プラスザンホールを3個の4回転で、のちに 6.1 分の1を当てるという感じです。はい、あ、はい、あー、赤文字、熱い。おっと、1個目で誰、あ、はい、赤い、お、ゆうだ、おー、熱い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 、あ、ジャックオン行くか、あるよあるよ、これ赤文字だもん、強いよ赤文字、もう一回、ないない1回、まあ、まあ、まだ1回目ですからね、まあ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 、はい、よ、あ、でも3、まあまあまあ、まだあるある、ここでバーン跳ね返して、あ、先制取れないと、確かにね、ダメ、ダメ、いや、あと2回ですか、あと2回ですね、星3だと約 12.8% ぐらいです信頼度、ね、星4までいけば 71%、 あ、 星4が欲しいですね、3と4で全然違いますね、はい、全然違う、いや、心強い、あ、でも星3なら 10%、 星3、17%、うん、あ、いや、ここは抜けたい、6分の1欲しい、ダメ、いや、ラストある？ラストもう一回です。あれ？終わりですか？終わり？390%、サンキューじゃないですか？サンキュー！いや、サンキューじゃないよ。このサンキューはいらないです。どうサンキュー？ね。はい、ということで、おっさんは単発ですね。いや、待ってよ。真剣ラッシュから入ったらちょっとこれも入りたかったな。ちょっとちょっとやばいよこれ。皆さんお正月の恒例行事とか、なんか毎年これ食べるとか、そういうことやるとかって、そういうのありますか？お正月やっぱ劇場でみんなで年越しそば食べるっていうのが、そうなんですね、とかですかね、はい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 、俺らは、うん、でもパチンコ屋さんはだってもう営業してますもんね、そうですね、年始はもう大体、まあ、忙しいでしょ多分、いや、そうですね、正月やっぱ皆さんお客さん多いですよね、いや、割と元旦から来てくださる方多いんでね、はい、ちょっと奥2人も頼むよ、ほんと暗いのよなんか頑張ります。暗いっすよ。頑張ります。お、なんかこの人も。あれ？何これ？あれ？これ熱いんじゃない？いや、そうですよね。勝ち抜けば。いや、ラオウでしょ。あ、ね、これ熱いっしょ、多分。なんか見、これ見たことない、俺初めて。勝利すれば当時覚醒なんですが、はい、勝ち抜いて、多分。あ、なるほど、勝ち抜けたら 24% ぐらいの期待度なんで、まあ、そこまでではないですね、熱そうよ、でもいや、でもなんか、あ、勝ち抜いた、これで覚醒した発展ですね、あるよ、この、え、20何パーあるでしょ、24ですね、24はあるある、だ4回に1回当たるんだから、うわ、エピソード、ユリオ、これ一番強い強い、熱いリーチですね、3つのリーチから自分で選べると、好きなやつ選べます、いや、でもこれがいい、これあのケンシロウの小さい頃、あ、これはいいですね、来た、大チャンス、はい、え、うわ、キーン、キーン、すげー、これがな、本番だったらな、やっとはもうこれあるわ、もう突破するだけです、あとはこれももらいました、はい、金だもん、金、
テロップ金は 78% ぐらいあります。もらった。おーおー、なんか78やん。もうもらったでしょ。いや、これで外したらちょっともう俺芸人やめますよこんなもん。いや、かけるものは半端ない。いやいやいや、本当ですよ。金ですよ。まあまあまあ、もう金で外れてまあめんな見ないですからね。もうまあ金だからね、強い強い。はい、はい、いただきました。サンキュー。せめてもう一回ぐらい。あ、激アツ。太陽は厳しい。うおお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 お